ひなずきかよ。あれが、ひなずきを見た最後の姿だった。次のニュースです。昨日8日の日々心によぎる、あの時こうしていればという言葉。サトルさ、覚えてる？近所で起きた事件。僕なら助けられたはずなのに。事件から半年後、連続誘拐殺人犯として捕まったのは、ゆうきさんだった。言葉ってさ、口に出して言ってるうちに本当になる気がする。リバイバルかよ。なんだ、何が起きる？私を見てた。あの事件はまだ終わっていない。サトル。